はい、どうも KB です。ですね、自宅で練習メニューその7日目ですね。ですね、これも前回やったパターンにはなってしまうとは思うんですけど、パラディドルパターンの頭だけ装飾音符が作ったやつですね。装飾音符ですよね。ちょっとやってみます。頭にフラムがつくパターンは結構使うことが多いので、できたとも思わずに結構何回か繰り返しして本当に習得してもらいたいフレーズですね。ちょっとこれも復習しておいてもらいたいですね。以上です。